ちゃんとコトヌハーカネと行くオーストリア工房記第7回ハッチマルよ。アナトリアが汚くなってしまった。アナトリアどうしようかな。ビザンツに管理任せても済んやから、反乱祭りでオスマン分離派は来そうやし、オスマン解放すればええんやない。オスマンは歴史的ライバル補正がついてるからな。そこは国力差でなんとか。まあオスマンに任せるのが一番楽やけどな。エレトナ併合や。1547年11月1日オスマンに宣戦布告や。オスマンを全土併合。オスマンを属国解放や。辺境博にして士官送って独立欲求 45% か。制御できる範囲やろ。エレトナの併合を後回しにしてオスマンの領土削って受けばよかったな。1548年6月6日マムルークに宣戦布告や。再征服の領地はいっぱいあるからな。兵力はオーストリア108,000、マムルーク同盟が140,000や。レッシーやなって思ったらゴムウイルス呼ぶの忘れてたわ。なんか大農民戦争が発生したとか出たな。なんやそれは。でも不穏なプラス6とかやばいやろ。心使ってなだめておこう。ダマスカス要塞陥落やで。71% まで頑張って落としたダマスカスが秒で取り返されたで。活版印刷が始まったの。ヤッサの戦いにてマムルーク軍6万戦に敗走したで。規律と兵力でわずかに押し負けたな。マムルークとニプロビ割譲とニプロビカラマンに返還で講和や。まあ所詮やしこの辺で勘弁したるわ。1550年5月1日イメレティに宣戦布告や。あ、帝国の権威50超えてるのに忘れてた。とりあえずミッションにインドとか中国の貿易会社関連があるから、領地はそっちの方へ伸ばしておくで。足がかりは直居会社としても杖つないから兵の応援が面倒やからな。ブルゴーニュ君好き勝手しとりますな。とはいえそっち方面に回す兵はないから、承諾だけして適当に和平しよう。ブルゴーニュはもう継承できないやろし、ハプスブルク朝やし、神聖ローマ帝国加盟国やから同盟切っても英気もするな。フランスとやるときにいないと困るやろ。イメレティとオスマンにサンプロビ返還で講和や。オスマンに領地渡したから独立欲求上がるかと思ったら、歴史的ライバルプラス 50% ついてるのに 7% しか独立欲求ないな。ええ子やん。あれ、ブ
ルガリアへの進軍とヨーロッパの災いがクリアになってる。見落としてカットしたか。ブルガリアの領地取ろうとオスマンをヨーロッパから駆逐しようっていうミッションやったな。ハンガリー民族問題。ハンガリーは我が帝国の中核を成す。しかしハンガリー国民は非常に独立心が高く、外国勢力への従属を快く思っていない。もし自国の安定性を守りたいなら、ハンガリーの州が自国の支配を心の底から受け入れるようどうにかして保証せねばならない。ミッションハンガリー民族問題完了や。ご褒美にハンガリーとスロバキアの文化が授与されたで。文化学はほとんど触ってないから空いてると思うけど、満員だったらどうなるんやろ。多文化帝国。東欧面および南欧面に拡大したことで、ドイツ語を話さない外国人が帝国に流入し、その数は増加の一途をたどっている。自国が長期的に安定するかどうかについては、これら人民をどれだけ効果的に統合できるかという能力の有無で決まる。オーストリアの帝国政府改革。オーストリア帝国の成長に伴い増加したヒドイツ系の国民を我々の国家に統合する必要が生じている。これまで我々はこれを可能な限り管理し、我々の支配への反対を緩和してきた。しかし我々の州の多くは依然として皇帝を外国の帝政君主と見なしている。対象となる人々の権利を確保し、それらを政府に統合して我々の長期的な安定性を高めるために抜本的な一連の改革が進められている。完全な帝国改革を実施する。レベル1政府改革。オーストリア君主帝国を制定します。オーストリア君主帝国ってなんや。今まではこの固有政体やったな。オーストリア大公国。オーストリア大公国は封建的な君主と同様に組織化されているが、ヨーロッパの他の公国よりも一歩進んでいる。チロル、シュタイア・アマルク、ハンガリー、ボヘミアなど他の人々を支配してきた長い経験と彼らの支持により、王朝の情勢を整えたことにより大公国は領土を統治し、統一を維持するための効果的な機構を開発できた。改革補正。従属国の開発度からの独立欲求マイナス 33.0%、 貴族階級の影響度プラス 5.0%。 これなくなったらオスマンの独立欲求上がりそうやん。オーストリア君主帝国。それは多くの文化、都市、領域から構成された寄せ集めの帝国の維持を目的とした君主下における政治形態のことだ。改革補正。国家不穏度マイナス 2.0%、 文化の登用最大数プラス2、君主の外交スキルプラス 2.00、 文化の登用コストマイナス 33.0%。 普通に超強いけど説明文だ。ほんとただのロマンもない説明文やったな。世界に冠たるオーストリアの政治形態であるみたいなロマンある説明文にしてほしかったで。オスマンの独立欲求が 20% に上がったけど減少やな。人軍とオーストリア君主帝国合わせればほとんど反乱起こらなくなりそうやな。ブルゴーニュとルクセンブルクの国家解放で講和や。一般帝国税を制定の改革を通したで。神聖ローマ帝国の加盟国に対して皇帝に直接支払う特別税を課すことを要求する。皇帝が以下を得る職王の数による年間税収プラス 12.00、 帝国の全ての国家が以下を得る外交評判プラス 1.00。 1554年4月30日、シャンダルに宣戦布告や。
までオスマンに変換で怖いや。1555年7月25日、そのまま白陽町に宣戦布告するで。見た目は大きくても同盟合わせて2万7千しかおらんから敵ではないな。白陽町と七プロビ割上で講和や。黒曜町は属国会合や。キリがいいので今回はここまで。次回もまた見てね。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。動画を楽しんでいただければうちらも嬉しいです。よろしければチャンネル登録お願いします。チャンネル登録は真ん中のアイコンから登録可能です。よろしくね。それじゃあ次回もついなちゃんのドゥルルンのオーストリア攻防機で See you next おにやら。